どうも、ピオキングです。今日はこのコースやっていきたいと思います。ベヒキグラー・グンブスレイターということで、コースメイトを制作者さんを掛け合わせてると思うんだけど、クリボーの虐殺車両ということなんじゃないんでしょうか。で、サムネを見る感じ、クリボーがハナちゃんに乗ってるから、そのハナちゃんを車両とイメージして、クリボーが襲ってくるっていうことだと思うんだよね。で、この制作者さんはね、マリオメーカー2の全てのギミックを知り尽くした制作者さんなんですよ。そんな方の、おそらくバグを使ってないトロールコース、めちゃめちゃ楽しみだね。さあ、初めてすぐ何か襲ってくるっていうことはなさそうだ。で、右下のキノコは取れない。じゃあ上に行ったらこのパックンたちを抜けれると思ったんだけど、え、このキノコ取れんのかな。いや、バーがあるから取れないような気がするんだけど、あ、やっぱ取れないよね。大爆放題。ちょっとね、みんなに聞きたいことがあるんですよ。僕が少しおとなしく実況してると、もっと壊れてくださいみたいな、そういうコメントをもらうことがあるんだけど、壊れて何よ、教えてくれよ。ツイッターでその自分が壊れた動画を送ってきてくれよ。出せ、出れた。そういや、今ツイッターじゃなくて X だったね。いや、めちゃめちゃ言いにくくない？僕ね、もう X っていう、キャー今の声キモすぎ。一回引っかかればわかるからね。ドアの右側、バーがあってからこっち側に来れなかったんだよな。さあ次は左の顔はなんとも肉たらしい。そして右側のキノコなんで動いてないんだろうな。で、あのキノコ絶対いらないと思うよ。だからこのまま下に降りていく。ほんとか、ほんとそれでいいのか。うわー、なら普通にキノコ取っていきます。隠しブロックなんかずるいって、絶対に引っかかってしまうじゃんか、こんなの。じゃあキノコを取った瞬間すぐ右にダッシュ。そしてこのドアに入ればいいんじゃないの。左のドアは僕には見えないよ。あそこを隠しておこう。これで右しかなくなったね、行くところは。さあ行こうじゃないか。唇植物。あれ、このコースはあっちに行ってやっぱこっち違いますみたいなヒント的なんが多いような仕掛けのトロールコースなんかもしんない。ザコン、なにここ、なんでまた戻されたの。左の土管に入れってことか、この卑怯者。バリブルバリベリバリボリバリバリガリボリラーメン大好きさっさペルルというと卑怯者のペラボーも卑怯者メッテメッテもういいってそのネタ。このベッドの意味何だったんだろうな。倒してみる。倒しても特に意味はない。で、これ石橋さん、スピンジャンプしていってもどうせいなくなるような気がするんだよな。でも行くしかないもんね。だから行ってみようか。あー、ストボックスか、ここは。じゃあもうクリアしちゃいます。わざわざスピンしていく必要はない。そして次はスピンジャンプで行かなきゃいけないのかな。いや、もうそのまま行っちゃおうか。つららだけに冷たいで。ならこっちもスピンする必要なかったってことね。上に乗れる。で、左の土管は入れない。で、ここスピン、いや、ちょっと待って、やっちまったか。いや、大丈夫だね。そしてこのまま右に勢いで行っちゃおうか。そしたらすぐ土管に入っちゃおう。いけ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 閉じ込め方がうまいじゃねえかで、あの青鬼どこ行くの。この青鬼はちゃんとこっちに来てくれるんだね。ごめんね、今ちょっと噛みそうだった。ちゃんとお前やってくれるのか。もう一回向こう側に行くなよ。お前は誰だ。目隠ししても分かんないよ。右のロスのところ行く。そして右を進歩しない。一旦何もしないで待っておこうか。オッケーオッケー。そしたら土管に入れるっていう感じか。で、そろそろ中間ポイントはないね。ここは一旦何もしないでいい。大丈夫。あもっといいリアクションして。すいませんね、皆さん、情けない姿を見せてしまいました。いや、ここジャンプしたらさ、隠しブロックあるかなってめっちゃ警戒してたんだよな。で、上中間ポイントあるね。この近くの枠は何もない。ピューならばここは急いでピー風船を取る。そしてすぐ左にダッシュだ。そしてこの中間ポイント取れるのかい。下に隠しブロックがあって魚が出てくるとか、出た瞬間すぐ左に逃げるからな。いい子だ。別に取れたかとか考えなくていいんだからね。さあここはナイスだ。わかんないのよ、こんなの初見でクリアしろって言われてもさ。次は何か変わってるパターンなんじゃないの。ギリギリまで右に行っておこうか。ここ意外と右まで来んのね。ただ今ので何も変わってないっていうことがわかりましたよ。じゃあこのまま急いで右に行っていいのかな。あそこ叩いていい。うわ、叩くことが正解っぽいね。あの砲台は上に上がってくることはない。だからこれ叩いておこうか。いや、ずっともう出れねえ。え、右は何。え、これ何を出してくるの。いや、叩けねえんだけど。いや、これまだ抜けれるんじゃない。こっからもう連打して抜ければ。いや、聞こえる、この連打の技術。いけー、くたばれよ。これさ、思ったんだけど、ファイヤーフラワー取った状態で右に行けるんじゃない。この辺でファイヤーフラワー取った瞬間右にだ。
左に戻ったらなんかあるんじゃねえかなとか、そんな卑怯なことを考えました。はい、ここは右のブロックは壊れない。じゃあ土管の方に進んでいこうか。そして次の場所は、アイテムがないと進めなそうな場所に来たけど、この音符ブロックアイテムなんじゃない？すぐ左にジャンプしようか。あれ、アイテム入ってない。じゃあ左の方に行ったらアイテムが出てくるみたいな。うわ、この先進めないよね。あ、上の花ちゃんがなんかヒントになってるんかな。いや、逆に気持ちいいわ。めちゃめちゃ綺麗に落ちてたな、ここ。じゃあ右足一発で落ちないようにする。そしてこの先はあの土管にすぐに入ればいいんだと思いますよ。土管に入れません。いや、違う土管に入ってたな。絶対終わった。こっちの土管はまずいやつだって。え、何これ。え、なんか新耐久みたいな音楽流れてるけど、こうやって羽をさ、こう広げまくって連打しながらこう下に降りていけみたいな、え、そんなコース。もうだから邪魔しすぎだって。お前らいい加減にしろよ。やべえ、右手がきつい。右腕がつりそうだよ。みんな助けてくれ。早く早く僕を下に落としてくれ。もう羽がないと、僕は羽がないと生きていけないんだ。早く早く下に。いや、いや、いや、もうちょっともうちょっと助けの止まり。くっそ。いけそうでいけねえな。ほら、羽がないとさ、多分下に行けないと思うんだよね。だから通常のキノコ状態じゃなかなか下に行けないみたいな。だから羽を取って連打しまくることが必須になると思うんだけど、ほら羽取ってもさ、マジでなかなか下に行けないのよ。え、来たこれ。よっしゃー、知りたい救命地を舐めるなあ、よく疲れちゃった。さっきの死に体験でめっちゃ疲れちゃった。バカ。さあ、このクッソ暑い中、大量のグリーンダカラをたくさん飲んできたけど、全く体力が回復してないね。なぜかって常温だったからさ。さあ、このドアに入っていけばいいと思うんだけど、上のハテナもすごく気になる。一旦10コインだけ取っておこうか。ちょっと待って、ちょっと待ってって。何これ、なんだこの真相ゲームは。ミスチル、ミスチルやめろっても。そんなに激しくなかっただろ、この歌は。さあ、そろそろですね、中間ポイントがあってほしいと思う頃なんすよ。この扉の先あればいいなと思うんですけど、ありましたっすよ。でもアイテムがないといけないってことは、ここのアイテムを叩けばいいっていうことだと思うんだけど、ちょっとめんどくさくないかこれ。叩ける。よしよしよし。さあ、キノコを取ってチーだって。中間ポイントゲット。え、キノコ落とせないって。ちょっと待って、戻れ戻れ。キュッソ。もうなんであそこでジャンプをしなかったんだ、マリン。クッソ、この本来どいてくれる。ちょっと、ペロルさん。は？ここ普通に取れると思ってた。ジャンプしなくてもさ。さあ、中間ポイント2ゲット。残すはゴールのみで、ここでテレルさんが出てくるのが分かった。だからすぐ右上に逃げればいいんだよ。そして、え、テレルさん何もしてくんだよ。いやー、やめろ。はい、でも中間ポイントから全く痛くも痒くもないもんね。一体このテレルさんをやっちまおうぜ、みんな。チョロップを出すでしょ。で、一体何もしないでおこうか。多分この辺に飛んでくるような気がするんだよな。オッケーオッケー。そしてこのボム片を爆発させろと。で、右側めっちゃハテナブロックあるけど、あれ何なんだろうな。なんだってべ。ボム片を叩いたらすぐ上に行っちゃおう。で、右にダッシュした方がいいのかな。なんかそんな予感がするけど、このピー風船いると思う。いや、僕はいると思うと思ったら、テレさんでも大丈夫。ちょっとだけ隙間が空いてるもんね。羽をやし。僕はゴールがしたいだけなんだ。早くゴールを僕に見せてくれ。上を見上げておこう。ちょー、トゲソウが出てきたところの土管に入るんだと思いますよ。下の土管は不正解だね。土管は入れないよ。じゃあ下の土管しかないのか。さあ、そろそろゴールがあってもいいと思ったけど、これは絶対シーソー動くと思うよ。ゴールだろー。いや、違うのよ、みんな。ちゃんとここに乗ろうと思ったのよ。でもミスしちゃって、下のシーソーに弾かれて上のつららに当たったみたいな。ちゃんとさ、ここら辺でこういう風に上に乗る挙動あったよね。いや、だからみんな死んでるってか、もういいって、そんな言い訳。さっさ進め。さあ、ここは上、キノコを捨ててこいって書いてるね。キノコを捨てろってことは、でもここでさ、キノコ取ったから捨てる場所がないということは、これが敵キャラかなんかなんじゃない。危ないね、あのブロック。さあ、ここでバブルに当たってチビになって進むと、もうそろそろマジでゴールがあってもいいと思うんだけど。さあ、ゴールよ。姿は現してくれと思ったけど、なんだこのだけは。っていうかさ、ここピンコインあるんだ。このピンコイン取ったところで意味はないよね。なら、ここはワンワンを避ける。なおかつピンコインのある場所はあの土管に当たったらいけないんだと思いますよ。じゃあ当たらないようにしてこっちに行こうか。土管は入れない。であるんだろう、隠しブロック。分かってる。
ないのか。あれ、もうちょっと僕を騙してくれ。なんだそのやられ方。集中しようよ。みんなに無駄な時間を使わせるなって。じゃあここはメットすぐに被っていく。メットを投げればよかったのかな。いや、一旦このさ、土管に入れって感じだから、この土管に入っていこうか。危ないね。あのオンオフブロック変わることを知らなかったら右に突っ込んでたんじゃないの。そしてここは右、いや、これは左の土管しか入れないみたいだね。上にも行けないし、最後の土管に入ったらもうすぐゴールなんでねえの。そしてヒントって書いて、抜けました。皆さん、上のヒントは嘘だと思いますよ。ここでヒントって読ませるためにわざわざ時間を稼いで左の無機物に当てろっていうことですね。これゴールできる。頼む、ゴールさせて。やったいや、今回のゴール前めちゃめちゃ優しかったね。てっきり何かしてくるかなと思って期待してたんだけどね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ作るコースはクロコース、クッパをリフティングするだけの簡単なお仕事ということで、これで、ね、ツイッターでぜひやってみてくださいってもらったんだけど、多分ネットかなんかでクッパを落とさず進んでいけっていうコースっぽいんだよね。めちゃめちゃ面白そうじゃんと思って。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.77%。 これさ、よく考えると残酷だよな。クッパをメットでリフティング続けると何もできないんだよ、クッパはとか言うとでも思ったか。今までの神返しまくってやるぜ。あえ、なんであそこ雲穴が開いたの。今開いてないよな。クッパが踏んだらダメとかそんな感じ。これも手遅れ。いや、意外と難しいな。なんかミニゲーム感覚でいいね。ごめんね、クッパ、ミニゲームに使わせてもらって。じゃあレールに乗せてこっからどうするかなんだけど。おい、クッパ大丈夫なのか。こんなにクッパを雑に扱うんだって。いや、しかもマリオちょっとこっち見ようとしたよな。ちょっとマリオがこっち見るまで待とうか。マリオピースサインとかしてもいいんだよ。さあ、こっち見て。あ、意外と見ないもんだな。この絵最高。ここサムネに使おうかな。じゃあジャンプしてミリスに行く。いや、愉快愉快。こんなにね、クッパを蹴散らす、蹴散らすっていうか、まあ足蹴にするというか、まあ支援されてんのは僕だけど。いや、こっからどうすればいいの。え、これ降りれる。クッパ、このクモ、クモ壊して。よしよしよし。どうもありがとうございます。いや、これは愉快で楽しかったね。ストレスが溜まっちゃう人はやると、もしかしたらストレスが減るかもしれないです。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、1の1バットはオーソムプラットフォーマーということで、1の1だけど素晴らしい舞台ということですね。で、このコースはプラットフォーマーって書いてるから、1の1をアスレチックコースにしたようなコースだと思うんですよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.3%。 いや、1の1ってほんといろんなコースあるよね。トロールだったり全自動だったりネタコースだったり。で、今回はテクニックが必要なアスレチック1の1ということで、いや、こんなん初めて見るよな。未来の1の1かもしんないね、これ。いや、こんな1の1あったら絶対嫌なんだけど。さあ、これは四角の場所に行けばいいのかい。で、これどこの1の1か全然見る余裕がないよ。私はゲーム実況者だ。これまで数々1の1をたくさんクリアしてきた。だからこのコースが1の1のどこの部分かしっかり解説をしながらやっていこうじゃないか。今マリオがいる位置、これは1の1の3つ目の土管だ。見りゃわかんだよ。説明しにくいのよ。ここが1の1のどこの部分とか言われてもさ、二つ目の土管で、ここが1の1の三つ目の土管で、あ、ここ行きアップがあるところね、しか言えないのよ。だから肌で感じてほしいね。じゃあ砲台の上に乗って進んでいく。そしてこのクリボを踏んでいけばいいのかな。いや、この四角のね、枠があるだけでめちゃめちゃ楽になる。そしてこれはバネ、何もしてくんだよ、バネ。さあ、問題はこっからよ。さっきバネが襲ってきたのは分かった。いや、バネ襲ってきたのかな。一旦このバネの上に乗ってみようか。あ、このブランコに捕まればよかったってことね。じゃあクリボを踏んで踏んで、このルートの次は一旦下降りてみようか。もう終わったんですかこれ。のんきに最後のコインなんか取ってる場合じゃないんだって。一旦右の、ちょっと待ってって、来んだって。あの亀を使えないかな。あー、無理っぽいわ。だからこっから右にジャンプして、なんかノコノコいるでしょう。あのノコノコの方に届かせてみる。届け。いや、しかし本当に素晴らしい。1の1をこんなアスレチックコースにするなんてすげえ制作力だね。ぜひ一度なんだ。ただ僕が今一番やりたいと思うコースは1の2のバグコースだね。いや、ぜひとも見てみたいよね、1の2のバグコースとか。さあ、問題はこっから。ここで亀の甲羅踏む。で、クリボを踏んで右に行けばいいのかな。で、この四角の場所、全部四角の場所、いけー、やったいや、本当に完璧な再現力だったね。めちゃめちゃ楽しませていただきました。どうもご視聴ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そして
リオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。